20年前も中学生の男の子が好きで死んでいました。それはかつて3人の友情を奪った、まさき未解決事件につながっていた。その坂本春って男はガキたちを働かせていろいろと面倒を見ているって話です。まさきと同じ場所に遺体がかかった。知ってるよ。考える時間なんか作らないように今も生きてる。お前はどこまで関係してるんだ。俺たちのやり方で犯人探すから邪魔すんな。俺たちが悪を捕まえてもあいつらは他の町で犯罪を犯す。必ずな。洗いざらい話すしかない。過去に何があったのか。こんだけ手を焼かせて何調子のとこと言ってんだバカ野郎。なかったことにはならねえからな。俺はお前らが生きてるだけで十分だったから。その罪は悪と言えるのか。見る者全てに問う本格ノワールミステリー、罪と悪。